シャウエンブルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル軍に属す、町村である。保存鉄道ヘッセンクーリアーの、シャウムブルク方フ駅、シャウエンブルクは、カッセルの南西、ハービヒツバルト山地内のハービヒツバルトとランゲン、山地との間に形成された峡谷であるホーファー、プフォルテに位置する。特に強調すべきは、レクリエーション地として知られる高地ハービヒツバルト。 自然公園内に位置していることである。この自然公園とナウムブルクを通って、保存鉄道、ヘッセンクーリアーが走っている。さらにシャウエンブルクは、ドイツメルヘン街道の一部をなしてもいる。ホーフ地区とエルガーズハウゼン地区を、バウナ川の上流が流れている。ブライテンバッハ地区近郊でエムス川が湧き出し、その後この川は、ブライテンバッハ地区を流れる。自治体としてのシャウエンブルクは、 かつて独立した町村であったブライテンバッハ、エルガースハウゼン、エルムスハーゲン、マルティンハーゲンが合併して成立した町で、現在これらは、シャウムブルクの地区となっている。シャウエンブルクは、北は、ハービヒツバルト、東は、軍独立市のカッセル、南は、バウナタール、エーダーミュンデと、ニーデンシュタイン、西は、バートエームスタールとボルフハーゲン及び、ツイレンベルクと境を接する。 町名の由来となった、シャウエンブルク城市この町に属す集落はいずれも中世に成立し、その後長らく農村としてあった。19世紀後半にカッセルで工業化が起こったことに伴って、この町はゆっくりと発展していった。軽便鉄道カッセル、ナウムブルク線の建設はこれを助長した。フォルクスワーゲンのバウナタール工場に近いことも、経済的発展に大いに寄与した。 1972年に五町村が合併して成立したこの町の名前はホーフ地区西部の高台に位置するシャウエンブルク城主に由来する。中世にはシャウエンブルク博がこの城によってバウナ国を治めていた。ホーフ地区の教会シャウエンブルク連合会にはブライテンバッハ、エルガースハウゼン、ホーフ、マルティンハーゲンのプロテスタント教会組織が加盟している。 エルガースハウゼンには、カトリックの支部教会であるアシジュのセフランチェスコ教会があり、バウナタール及びカッセル・オーバーツ・ベーレンの主任司祭区の祭事に参加する。これらの二大教会のほか、シャウムブルク新シ,シト派教会、トルコ系イスラム教組織、エホバの承認などがある。シャウエンブルクの長下会は37議席からなる。ミハイル・プレッチャーは2017年1月29日の、 選挙で55.70%の票を獲得して町長に選出された。この選挙の投票率は約64%であった。彼の任期は2017年6月8日に開始された。この町は各地区に一つまたは二つずつ様々な施設を有している。三つの公民館、五つの消防署、町立図書館、有限とクラブ、四つのグリル場、 5つの運動場のほか、ホーフには、シャウエンブルクハレ、エルガースハウゼンには、エルガーハウスやゴールトベルクハレがある。ブライテンバッハ、ホーフ、エルガースハウゼンの各地区に、基礎家庭学校が1校ずつある。ありがとうございます。